はい、スグレモン自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、先日鏡面にしたアルミホイルに密着論を塗ってからウレタンクリアです。先日古いワゴン R の純正アルミホイルの塗装を剥がして磨きました。鏡面風の仕上がりになりましたが、しばらくするとくすんで曇ります。白サビなど腐食が発生することもあります。対応策としてクリア塗装を塗ることにしました。クリア塗料の密着を良くするため、密着論マルチをスプレーしてからウレタンクリアを塗ります。鏡面風仕上げと本物の鏡で映り込みの比較です。中性洗剤で洗ってしっかり乾かします。塗料の密着が悪い素材、アルミやステンレス、ガラスなどに下塗りする無色透明のスプレーです。密着論を塗ることにより上塗り塗装がしっかり定着します。マスク、ゴーグル、手袋を着用します。厚塗りしないように注意しながら薄く均一に塗ります。1回塗りもしくは2回塗りの薄く塗る塗料です。下塗りの密着論は1回塗りで終わりにしました。すぐに上塗りできませんのでしばらく乾燥させます。気温20度でウレタンクリアを上塗りする場合は20分から30分乾燥させます。塗装場所は約17度です。少し長めの40分間乾燥させました。はい、ウレタンクリア塗装前の準備についてです。下のキャップを外し金属ピンを押し込みます。逆さまにして5分から10分放置します。20回から30回よく振ります。これで準備は完了です。使用期限があります。金属ピンを押してから12時間です。マスク、ゴーグル、手袋を着用します。1回目は厚塗りしないように薄く塗ります。10分間乾燥させます。2回目はスプレーを近づけてツヤの出やすい塗り方をしました。
10分間感想です。はい、表側3回目塗ります。一応完成ですが、厚塗りしすぎて一部垂れてしまいました。塗料が完全硬化後、磨いて修正することにします。塗装前の写り込みです。塗装後です。塗料が完全硬化しましたので修正します。はい、まずはですね、垂れてしまったところを磨いて平らにします。全体を軽く磨きます。次はコンパウンドで仕上げ磨きです。はい、まずは細めからです。中細です。
極細です。最後は艶出し効果の高い超極細コンパウンドです。シリコーンが入っていますので艶がよく出ます。塗装前です。塗装後そのままの状態です。塗装後修正をして完成した状態です。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。